こんにちは、永原千奈です。はい、皆さんはなんか恋愛診断みたいな、なんたら診断みたいなのって言ったことありますかね。私あんまやったことなくて、動物占いとかはあります。春でした、動物占いは。で、今回はそれで私はアニメが大好きということで、アニメ診断をやっていきたいと思います。なんかこのアニメ診断って、その私のキャラに合ったアニメが出てくるらしいんですけど、誰が出てくるんですかね。私がやっぱ出てきて嬉しいのは自分の好きなキャラですね。多分ないとは思うけど、フォーアエリオとか出てきたらもう本当に待ち受けにするぐらいのレベルで喜びます。とっても誰が出てくるんだろう。まあ強アニのキャラとか多そうですよね。じゃあそれでは早速やってみたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。自分をイメージするのは次のうちのどれ？勇ましい、魅力的、賢い、謎めいている、運動家、無謀、芸人気質、人気者。勇ましくはない、絶対。私運動嫌いだから運動家でもない。賢いは多分絶対違う。別に芸人気質でもないし、魅力的とか難しいですよね。なんだろう。でもなんかよく変わってるとか言われるから謎めいている。放課後にしたいことは帰る、占い、音楽、パソコン部、パーティー、映画、美術、スポーツ。いや、放課後にしたいこと帰るの一択。マジですぐ帰宅したい。もう家大好きだから、もう秒で帰る。一つ色を選んでください。蛍光色の緑に青、赤、白、黒、紫、オレンジ、黄色。いや、私絶対黒。私もう黒大好きなんですよ。あ、今日もほら、黒服着てるし。黒大好き。好きなジャンルの映画はアクション、ミステリー、コメディー、ホラー、アニメ、ドラマ、ロマンス、どれも好き。いや、アニメアニメ。この中で興味がある番組はスーパーナチュラル、アメリカンホラーストーリー、デクスター、ゲームオブスローン、ドクターフー、ブレイキングバッド、ウォーキングデッド、ビッグオンセオリー。ウォーキングデッド以外知らないほんとにこの洋ドラママジで見なくて、ウォーキングデッドも友達が見てる横で3話ぐらい見ただけで、しかも初めて見た回で主人公死んだんですよ。なんかだからほんと分かんないけど、興味があるって聞かれたらないけど、唯一選ぶとしたらウォーキングデッド。あなたにとって人生とは？深いな質問が。学ぶため、子孫繁栄のため、何かを成し遂げるため、わからない、死のため、どれでもない、サバイバル、来世に到達するため。なんだろう。楽しかったら何でもいい。楽しく生きたい。どれでもないな。あなたは何に支配されてると思いますか？正義、友人、家族、愛、自分自身、ない、復讐、全部、平等。どうし、難しいな、これ。何に支配されている？支配？ないな。割と自由に生きてます。やりたいことやって。あ、終わった？終わったかも。あなたのイメージは進撃の巨人ちょっと支配欲に支配されてる、どういうこと待って、私なんか自分のこともっと可愛い感じのキャラが出てくると思ってたんですよ。なんかこんなこと自分で言うのもねあれなんですけど、結構可愛い感じのそういう子が出てくると思ったら、まさかの進撃の巨人。駆逐される方、する方、わかんないけど支配欲に支配され、でも私支配欲はめっちゃ強くて、確かに超支配欲強いです。あなたは何かを支配したい、自分の思い通りにさせたいという感情に侵されています。圧倒的な力を欲しがり、自分の存在を誇示したいと思っています。そんなあなたには進撃の巨人がぴったり。まさかの。いやでも確かに、いや圧倒的な力とか、だから自分がそれが欲しいっていうわけじゃないけど、自分の思い通りに何でも、だから自分が自分の思い通りに行動したいですね。だからこう、なんだろう、誰かに言われてやるみたいなことすごい苦手で、なんかわがままっ子だから言われたらやりたくないんですよ。エレンってことかな。エレンもね反抗的な子だからね。いやー、進撃の巨人らしいです。はい、ということで今回アニメ診断やってみたんですけど、いや本当に意外すぎる結果でしたね。まあなんか私の勝手な自分のこの、まあ、自分をすごいよく評価したっていう感じかもしれないけど、可愛いイメージではなかったみたいです進撃の巨人大好きですし、なんかちょっとまあ悲壮感漂っちゃうかもしれないけど、まあもう一回家帰ったら見ようと思います一から見直します、全部漫画も読み直します。
はい、なんか結構面白い感じの結果になるみたいな感じなので、皆さんもぜひまたこのアニメ診断やってみてください。この動画いいなと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。長原千奈でした。